なんと、100万を優に超えると思われた、その価格は1500円。期待されていた中国の4000年前の壺は偽物であると判断されました。これは成功に作られた偽物ですね。まず表面に施されているコーティングの材質から察するに。はぁ、あ、お宝探偵もなかなか甘い世界じゃないんだな。毎週チェックしてるけど、ここ半年まともなお宝なんて出てきてないじゃないか。俺も来月の家賃と携帯代金の支払いが厳しいから。ここで一発当てたいけど、何も持ってないから、風呂場に溜まってた抜け毛で筆を作ってみたけど、これ売れないかな。筆の取っ手の部分は近所の古物商で売られてた1200円の謎の棒で、 筆の先は俺の風呂場に溜まってた毛髪やすね毛とかをかき集めて、ついでに2年前の腐ったバターとカビだらけの醤油塗って、最後にアイロンで炙って、土に3日埋めた後に外に干して2週間乾燥させたやつなんだけど、運よく1万円くらいにならないかな。とりあえず応募してみようと、万が一にも審査通るかもしれないしな。さあ、なんと、最後のお宝探偵のご依頼はお筆でございます。通ったんですけど、俺の抜け毛すね毛のバター焼き自作風で審査通ったんですけど、 ご依頼人の山田さん。この筆はどこで手に入れたものでしょうかはい。えっ、ー、と、小さな古物商で見つけました。たまたまいいものに見えたので買っちゃいました。なるほど。では、鑑定の結果をどうぞ。オープンザプライス !1、ス10、100、1000、万、10万、100万、1000万、100万。ええーえ、に、2億円え はい。これは1643年の中国の秦の皇帝、純地帝が使っていた王族代々伝わる小筆です。1643年、わずか5歳で第3代皇帝となりましたが、その時に皇族としての皇帝引き継ぎの儀が行われた際に、地帝が相続したものと思われます。大、はい、変歴史的なお宝ですので、ぜひとも今後の管理の仕方等も含めまして、話し合っていきたいところです。やばー。俺の自作、風呂場の抜け毛筆が2億円で売れた。こんなことある風呂場の抜け毛って使い方次第でこんなに価値あったんや。 な,なん、ということでしょう。山田さん。あなたがたまたま手にしたお宝は、なんと中国の歴史的遺品だったそうです。あ、と、とってもハッピーです。最後に何か全国の視聴者に伝えたいことありますかあ、えっ、ー、と、もしよかったら、お風呂場の抜け毛は、捨てずに僕まで送ってください。面白ければ、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あ、やばい。鬼のマナー講師だ。おじぎそう。